七不思議の裏不思議七浦です。ありがとうございます、ね、ありがとうございました。始まりましたよ、七浦ですよ。七浦なんですけど、ちょっといろいろとですね、うん、私七浦もリニューアルしていかないとなと思っておりました。ほう、あれまだ見てないんですよね、隠し撮り階段。隠し撮り階段、俺翔平くんの隠し撮りをしたんですよ。ああ、はははは。それが七浦で上がるんですけど、あ、まだ見てないですね。まだ見てないです、ね、はいはい。今後それやってください、隠し撮り会だ、ああなるほどね。でこっそり撮ってたと話してる流れで、うん、最近会談なんかないって言って、まあでそろっと撮っといて、はいはい、で最後にいや撮ってたけどねねってことをちゃんとっていうバラしたら、ね、いやじゃあちゃんと話したよっていう、うん、いいリアクションをしてくれるんで多分。僕ねこれ初耳怪談の、はい、特にその初耳ってあれ3本一遍撮るんですよ、はいはいはい、で初耳の場合はノブさんはずっとね全部出てるんで、ね、便利屋だから一番使いやすくてギャランティーも格安なんでもう使いたが重宝するんですよ、安いから、テレギャラも安いんでね、ってなってくると、はい、1回僕出ない時があるんですよ。でそこで結構いいっすね、そう時間空くから、なるほど、じゃあ今後使い勝手悪い人たちがね、そう使い勝手悪くてまあその安いけど重宝しない人が吹き溜まる時間があるんですよ、ええ、でその時にじゃあちょっとこっそりやってね、そうっすよね、七浦の新しい、うん、展開、これね翔平君で試したんですけど、うん、面白かったっすよ、翔平君の語りあるじゃないですか、独特な翔平語り、あれは独特なんですよ、あれやっぱねちょっとね、うん、その抜き気味やから逆に、ああなるほど、逆になんていうのやろ、はいはい、スッと入るというか、わかるわかる、なんか良かったっすよ、なんかこうスイッチ入って喋ってる翔平さんももちろんいいけど、いいけど、だ普通にフラットに喋っても絶対ね、上手い人だし面白い人だし、ほんまに連れが喋ってるみたいな感じで、あいいね、まあね完全にタバコ吸いながら喋ってますからじゃあそれでね、それでねありましてみたいな、いやそれはでも逆にちょっと聞きたいっていうのあるでしょ、だからそれね、はい、ちょっと協力してください。わかりました。それでね、うん、素材増えると思う。うん。でそれこそやってるじゃないですか今、はい、そのフラット語りで言ったら、よくわかんない告知せずに流れてるやつあるでしょ。みんな気づいてるかどうかわからないというね。あれね、二人の約束で触れてはいけないんですよ。あ、なるほど。上がってることはもちろんわかってるよね。わかってるんですよ。わかってるし、ね、あれに関してのコメントは見てはいけないんです、はい、我々。ああ。なるほど、そうなんですよ、あれはもうあくまで名前の通り、はいはい、に偽隠れ蓑って書いてあったよね、ああなるほど、はい、だからあれもね多分きっと見つけた人とか、まあ、七浦聞いてる人はもちろんね、はい、なんていうの残ってるからアーカイブが、そうそうそう、であれは片岡さんがね、うん、コメントをちゃんとチェックして、はいはい、こういうのが届いてますっつって、どれぐらい見られてますよっていう報告は一応、コメント数がどれぐらいだったとかそういうこととか、こんな感じのコメント来てますと、抜粋して、はい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 、でその中であったのは乗っ取られたと思いましたいや分かる分かる、はい、急になんかわけわかんないのが上がってるからということだよね、はいはいはい、あれもひどいんですよ、はいはい、勝手にね、うん、どのタイミングで録音するかわかんないんですよ、普通にね、うん、繋ぐじゃないですか、うん、リモートでしょ、繋がって、喋、うんうん、ってて、うん、で世間話でこう流せないような話もするじゃないですか、うん、するね、でそれがし終わってでちょっと話してたら、うん、あもう撮ってるんだよって、いやどっからやねん、出た、これだから、はい、録音してるのがノブじゃないから、はい、向こうのスイッチレコーディングオンがいつ行われてるか分かんないところでしょ、ね、でもこれもしかしたらブラフで、はい、もっと前から撮ってるかもしれない、可能性あるよね、そうで、なんかいつかその素材集めておいて、悪口編これは一番の隠し撮り、悪口文句愚痴、これは一番怖いということで、はいはい、今日もですね、はい、会談をしゃべっていきましょう、投稿会談、皆さんありがとうございます、まずは宇月さんですね、宇月さんありがとうございます、宇月さん、ごめんなさい、はい、猪木と有の異種格闘技戦はがっかりしましたよね、と脇固め正隆さんとツイッターで話をしていた宇月です、すごいロジックになってるんですね、脇固め正隆さんもプロレスが好きだから、うん、そのことを話していた宇月さんの投稿ということですよね、猪木有含めたら4人出てきましたからね、そうですね、今の短いところ、ね、出てきましたね、翔さんの真夏の夜の夢、はい、なんだっけそれ、真夏の夜の夢、これユーミンですね、そうだよね、骨まで溶けるよう な, そうなテキーラみたいな恋をしてるじゃないですか、そうなんですよ
でその2を送らせていただきます。ああなるほど、以前、はい、まずは前回分を添付しておりおきます。はいはいはい、なんで前回分も一応読みましょうかね。あ、そうですね、どんなんでしたっけね、せっかくなんでね、はいはいはい、骨まで溶けそうな、はい、うん、骨まで溶けるようなって書いてますね。あ、ちゃんと歌詞を見た、うん、みたいな恋をし て, してって書いてますね。そうなんだっけ、うん、よあむせカエルだよね、なんだっけでん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 、あーキレ悪い今日、はい、あ出てきそうだ、出てきそう、出てこなかった、それ鼻も噛むわ、それね、それ鼻も噛む、夢はあてなかった、でででで でださあ、いい子はだ、そうそうそう、はい、いいんですよ、そんなの、いいんですよいややめろ、いいんですよ、いいんですわ、やめなさい、あともうちょっとで来るからいいんですよ、ますよ、確か小3の梅雨時6月末ぐらいだったと思います、はい、ご存知の通り京都の夏はそれはそれは暑くて、うん、その日も寝苦しく一緒に寝ている祖母にクーラーつけてよと頼んで、うん、暑いことなんかない、じっとしたらええ風入ってくると、帰り道をくらい、ブツブツと文句を心の中で言いながら眠っていた日に見た夢です、うんうん、気がつくと私は我が家のお墓のある、まあ、墓地に立っていますと、うん、しかも夜で周り真っ暗、明かりなんかないと、うん、で暗闇の中必死でね大人たちの名前を呼んでいる、うん、それでも誰一人現れてくれない、次第に呼ぶ声も大きくなって泣き声混じりで、大人たちの名前を呼んでいました、うん、私は自分の家のお墓の前に立ってたんですが泣き声もどんどん大きくなってきて、うん、でねもう全身で力いっぱい叫んだんです。あ、わかります、なんて、そしたら、ね、お墓の向こうから、うん、ひょこっとね顔が出てきたんです、うん、何くらもうびっくりしてね、うん、でもうただ後ろに尻餅をついてガタガタ震えてたと、うん、で顔を出してきたのは同い年か少し年下ぐらいの女の子なんです、うん、でその女の子がこっちに向かって歩いてくる、うん、女の子は怖すぎて声が出て尻餅で、ついて固まっている私に向かって、うん、ニコニコ笑いながら大丈夫大丈夫大丈夫やからって言うんですと、うん、でね大丈夫大丈夫大丈夫って言いながらどん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 距離詰めてくる、うん、ちょっと怖いけどね、なんとなくでね、うん、まだ固まって動けない状態 で、うん、でさらに大丈夫って言いながらこう手伸ばしてくるんですって、うん、でねあの手を取って立ち上がらせようとしてきた、うん、めちゃくちゃ怖いなっつって、うん、でその時はなぜかねこの手握ってねすんなり立ち上がったんですって、うん、そしたら今は泣いてたのも、ね、涙も止まって、不思議なことに暗闇は女の子の恐怖もなくなったのか、うん、逆に誰かに会えたという安心感すら持っていました。2人で手をつないだ状態でその女の子はこう引っ張っていくので、うん、墓地から連れ出してくれると思ってたんですけども、うん、行き着いた場所は墓森さんの家なんですね。ああ、なんとなくそこまで聞いてなんか思い出しましたね、うん、この話で。まだね当時は墓森さんというね、はいはいはい、方がおって、うん、敷地内とかねこう管理してくれる人、ね、お墓のね、はい、で墓森さんの家のチャイムを鳴らすと男の人の声がしてね中から、うん、でドアがゆっくりゆっくりこう開いてくんですけども、うん、そっから覗いてた顔がここで目が覚めました。あ、目が覚めたら全身汗だった。そうだったか、なるほど。でその墓森さんの顔がどうしても思い出せない。うん、なるほど。不思議なのはこの夢と途中まで全く同じ夢あと2回ほど見ていると。ね、これが第1話なんですね、前いただいたやつね、まあ、確かにこれは気になるもんね。この第2話でございますね、はいはいはい、お墓の後ろからひょこっとね顔出して大丈夫大丈夫って言いながら、うん、私に手を差し伸べた女の子、女の子で、ちょっと待ってください、うん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 、途中まで一緒なのかな。あ、文があれなかな、うん、で大丈夫大丈夫って言いながら、うんうん、こう手をねこう引っ張ってきたじゃないですか、はいはいはい、でその女の子をもうずっと大丈夫大丈夫って言いながら、うん、こうねあのこう連れてって、うん、で墓森さんのね、はいはい、ところ行くと行く流れやったじゃないですか。そうだね。でね、どん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 墓の奥の方へ行って、うん、でもう不安やから、うん、どこ行くのねえねえどこ行くのって聞くんですけど、うん、まあ大丈夫とだけしか返ってこないんですよね、女の子、うん、でその間女の子の手を握る力がこうね、少しずつ強くなっていってね、でなんでちょっと強く握ってくるのって思ったらまた恐怖が蘇ってきたんですと、でいやもう帰りたいって言うたんですね、うん、で何度も言うんですけども、もうその頃には大丈夫の声もねもうないんですって、うん、あもうズンズン連れてくる、もう無言でどん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 連れてくるんですって、
で、こう引っ張られて強引とも思えるぐらいの力でもう引っ張られて、うん、で、お墓のですね、一番奥と思われるような敷地を囲っている、ところまで来たところで女の子がくるっとこっちを向き、うん、急に振り向かれて、まあ、びっくりしたんですけども、うん、こう後ろから今度足音が聞こえてくるんです、ほう、で、あのうちのお墓は砂利道の上に石畳が敷いてあったんですけども、はいはいはい、時々その砂利を踏むような音がしてたと、うん、足音の感じから大人がこうね、あのその砂利を踏んでいるような足音に聞こえたんです、はい、うん、なるほど、だから身内の誰かが助けに来てくれたと思って、うん、女の子の手を振りほどいて、うん、でその足音が聞こえる方に駆け出そうとしたら、そこにいたのは墓守のおじさんだったんです。ああ、なるほどね。でその墓守のおじさんなんですけども、うん、顔が左半分溶けてドロドロになってる。そうなんだ。ここで2回目に見た夢が目覚めるんですよ。でもうめちゃくちゃ怖かったから、うん、もう延々泣いてて、うん、でその時にあのおばあちゃんがね、うん、また怖い夢見たんか、お布団あげるさかい河原的っつって、うん、で終始笑っていました、うん、このおばあちゃんすごい人なのですが、それはまたの機会にして、とにかく明治生まれの女は強いということで終わらせてください。なるほど。これだけだと祖母が優しさの欠片もない人に思われるかもしれませんが、決してそんな人ではないんですというね、後付けもありますけども、これが第2弾なんですね。ということで第3弾もあるということでね。これじゃあその1回目の夢で見た時に、その墓守さんが小屋みたいなところからひょこって顔を出した時っていうのは、片側だけがもしかしたら顔が出てて、その時も溶けてた人だったのか。可能性あるで、ね、分かれへんかったっていう可能性もあるから、ね、あくまで夢だけど、夢なんですよ。でも、はい、同じようなさ、こんな続きもんの夢って見るのって、まあなんかね、まあね、なんか聞いた、あのね、意味合いがないと見なそうだから。で、そのおばあちゃん、うん、能力者というか、いろいろ分かる人なのかもしれないよね。ということで、第3弾、お待ちください、うん。今後ありましたら、ぜひお寄せくださいと。はい、ではですね、はい、行きましょう。たくさんね、皆さんからいただいておりますので、 ありがとうございます、はい、本当に。では続きまして、首からベイマックスさんですね。首ベイさん、ありがとうございます。いろいろ職を転々としてきたんですけども、ほう、今はどうも明るい葬儀屋の首からベイマックスです。明るい葬儀屋さんなんだね。私が怖く感じた話です。はい、以前猫の運送屋にいた時、まああれですよね。ああ、そういうことか。黒いね。なるほどね。はい、で、はい、先輩に聞いた話なんですけども、うん、仮名として千葉さんとしておきますね。はいはい、千葉さんはとにかく心霊スポットが好きと、うん、休みのたびに家族を置いてでも心霊スポットに行くぐらい好きな人、うん、すごい逆家族サービスですね。ひどいですよこれは。これひどいですね。ひどいね。連れて行きなさいよ心霊スポットじゃないところに、幽霊出ないところにね、連れてってあげてほしいですけども、ね。若い頃に心霊スポット巡りの会なるものに、この千葉さん、そして千葉さんの先輩と参加したんですって、うん、はいはい、首からベイマックスがね、一緒に、ね、で、いろいろ巡って、その最後の場所っていうのが正門校のお墓だったんです。ああ、そうなんだ。で、そこまでは何もなくてね、うん、何も面白くねえなーみたいな感じだったんですけど、これ首兵衛さんは一緒に行ってないですね。あくまでその体験者ね、聞いた話ね、千葉さんの話、千葉さんの話ね。で、千葉さんとその千葉さんの先輩は、うん、何も面白くなかったからっつって、うん、ちょっとね、その正門校の墓の前で酒盛りしたらしいですよ。うわー、すごいことするな。しかもどんちゃん騒ぎ、うん、うるせえなこれはってなるよ。しかも最後千葉さんの先輩が墓石で酒瓶をね、うん、バーンって割って帰ったんです。千葉さんは結局何も起こんねんだよって言いながら、うん、ね、笑ってたらしいんですけど、はいはいはい、特にたたりがとか幽霊がとかはないんですけど、さすがにゾッとしました。え、なかったんかい。あれよ、いや、あっていいよこの話。会ったことにして。これでもすごいことする人いるな。やってることは怖いんです。だからこれは人コアです。ただのよくできるな、はい、そんなことしちゃダメよ。マジでね、ダメです。ダメですよ。てか、まさかどこだからダメってわけじゃなくて、どこでもそんなことやっちゃダメ。どのお墓でも。これだからもう沖縄はね、自分の先祖のね、はい、お墓の前で酒盛りするのは不思議だから、ね、それはね、
いいんです、いいんですよなんですけど普通ダメですそうですよ、はい、ね、続きまして、はい、ありがとうございます皆さん、ウルーさんですね、ウルーさん、はい、ある晩です、はい、帰宅途中のとある十字路、はい、立ち止まってスマホを操作していると、うん、なんかこう、ね、そばにいる気配がすると、ほうでね、あ、なんか嫌だなと思いながらこう無視してたんですよ、うん、じゃ今度は別の何かが近づいてくる、うん、そしたらプーンと年配のおじさんが使う男性化粧品の匂いがするんです。あれ独特ですよね。どのこと言ってんでしょうね。でもなんとなく思い浮かぶでしょ。俺は親父が使ってたやつがすげえ思い浮かぶわ。トニック、おっさんの匂いしますよね。ヘアトニック、ヘアトニック、うん、ヘアトニックもそうだし、あとあれはあれはって何、ヒゲ剃りの、そう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 、なんとかローションで、そうバルカンとか書いてあったやつ、バルカンじゃないか分かんないけど、なんかあるんですけど、その匂いのイメージ、そこそこ高いのね、高い、そう3000円ぐらいするんだよ、スルスル、確か、そうでガラスの瓶に入ってる、そうなんですよ、なんで困ってるじゃん懐かしいなと思って、いやだから床屋はまだヒゲ剃った後、そうだよね、これパーッね、ペタペタペタってつけるやつ、まあ、気持ちいいんだよね、そうね、うん、あの匂い確か子供の感じ、ね、だからに、まあ、なんだろうね、お父さんの匂いですよね、そうあれ親の匂いなのよ、親父の匂いなの、うん、頭のね、あのトニックとヒゲ剃りのやつと、ここってイメージあるわ、本当にあれ懐かしい思い出した今、その奥からタバコの匂いがするわねもうお父さんの匂い、あのね、ミルフィーユのように層がね、そう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 、いろいろあるんですよ、はい、こう何層にも重なって中年構成されてるんで、そうそうそう、でも俺らは親父の匂いやから別に嫌いじゃないですよね、親父が帰ってきた時にお父さんって言ってこうなんか抱っこされた時の、はいはいね、涙でそんなってきた、なんかお父さん、お父さん、うち親父5年前くらいで死んでる方あれはね親父の匂いなんですよ、そうだよね、なんかちょっとそういうのあるよね、だから親父ってたまにしかさ、こう抱っことかおんぶしてくれない、うん、そうそうだった、ちっちゃい頃の、うん、そう休みの日とかもちろんそうだった、ね、そう頻繁にじゃないから、あの匂いはね強烈に残ってるんですよね、あれはほんとちょっと泣きそうになってたなんで急に思い出したんだろう、なんかそんな昨日の酒残ってるやろ、残ってた寿司屋で飲みすぎたうわーそうだね、これ親父タバコ吸ってました、吸ってた、銘柄なんでした、ね、ラークキャビンだ、キャビン、なんで親父ってキャビンすんですか、あキャビンだった、キャビンだったそう、あの白と赤のやつ覚えてる、キャビンだった、親父ねキャビンなんですよ、た世代なんじゃないの、流行ったでしょうね、うん、赤ラなんか、うん、そうそう洋木がみたいなところですよ、で丸ボロがそこまで普及してくる前やからね、うん、丸ボロより全然そっち派だったもん、ああ親父のね話結構途中だったよね今ね、ごめんなさいウルーさん、ね、でこうね、その匂いがあれよあれよという間にこう強くなってきて、うん、で自分の上半身を包み込んだんです、はいはいはい、でそれ呼吸がしづらくなるほど苦しくなって、それ苦しいね、あこれやばいやつだなと思って、うん、離れてもらう言葉を唱えようとしましたが、はいはいはい、さらっと言うてるけど何を言うてはんのよ、ルーさん確かね結構経験者だった気がするよ、いやこれ俺これもっと深く書いてまあそうだね、いつもね、まあ、多分そう払う時に使う言葉あんだろうね、さらっと言うてますけど、はいはい、でねそのいつも使うその離れてもらう言葉を、うん、唱えようとしたら思い出せなくさせられてるんです、はい、あすごい、記憶の封印みたいな、どうしよう、まあ、ほとんどですよね、そうだね、封じ込まれているだ、でその時に亡くなったね、うん、おじのことを思い出して、あおじちゃん助けてって心の中で何度も叫んだんです、はいはい、多分おっちゃん強いんでしょうね、そしたらしばらくしてその匂いがなくなったと、助かったよかったってなった時に、プーンと少し甘いような懐かしい匂いがしてきた、うん、その瞬間おじが助けに来てくれたと確信しました、あそれは理容師だったおじのお店床屋さん あのパウダーの匂い、ああなんとなく分かる気がするね、パタパタってやるよね、カミソリつこたところにつけるやつ ねでおじちゃん助けに来てくれたんだね、ありがとうと心の中で感謝しながらまた歩き出しました、あそれからはその十字路では立ち止まらないように気をつけています、なるほど、ね、ちなみにその十字路には南向きなのに朝も昼も夜も常にシャッターの閉まった角部屋があって、角度を変えると明かりがついているのを見かけるので人は住んでいると思います、そうなんだね、まあ、そんなね謎の部屋もあって、やはり何かを感じてこちら側の窓をあえて開けていないのかもしれないです、確かにそうかもしれないね、
見えてしまうから見てしまうからっていうこともある、ね、可能性ありますよね。ね、いろんなお話がありました。そうですね。いやでもなんかちょっと親父のね、匂いにまつわる最後、そしてね、おじちゃんが床屋さんだったから、でなんかそのパウダーの匂いでね、うん、なんかこうおじちゃんみたいに思うっていうところもなんかね、親父の車の匂いもすごい覚えてるんだ。車乗ってました、お父さん。いや、うちの親父は乗ってなかったのよ。車もね、やっぱ親父のね、いや匂いは使ってる、あのカー用品のさ、匂いの、はいはい、俺あんま分かんないけど、はい、コピーみたいなもんでしょ。なんかね、いわゆるそういうさ、あれやっぱ好き嫌いあるから、独特なんですよね、匂い。でもそれ、そういう、まあ本当にね、匂いは記憶を呼び戻すっていうのは本当にそういうとこあるよね。ありますよね。スッてその時に、元カノの香水とかでしょ。そうですよ。僕はもう完全にエンジェルハートと穴水ですね。を嗅ぐとあーってなりますよね。これしょうがないですよね。これ皆さんあると思いますけど、いや、ね、あると思います。でも元カノが逆に、うわこれカストの匂いだ、うわって思われて嫌です。あー、そっか。俺はなんかいい思い出として蘇ってるけど、元カノはうーナイトメア、くっさ、くさじゃねえ。その匂い自体はいい匂いなんだ。俺の記憶を消してくれよ、それだったら。ということで、というところでね、以上の報告ありがとうございました。ありがとうございました。